小田原って素敵な色であふれてる。カラフル。多くの人が活躍する街、小田原。この番組ではそれぞれの色を放ちながら輝く人や物にスポットを当ててご紹介します。今回は県西地区で唯一のライブハウス、小田原シャレードについてお送りします。ライブハウス小田原シャレードは、小田原市酒場に1991年にオープンした地域密着型のライブハウスです。最大収容人数はオールスタンディングで160人のキャパシティを誇ります。また小田原出身のメジャーバンド青坊主もここ小田原シャレードの舞台で演奏しています。まあ、主にロックバンドがライブをする場所 でそれを見に来るお客さんがいてというところではあるんですけど、意外とそれ以外 なんかその交流というか、まあ、ロックバンド以外にも社会人で年に1回しかライブ活動しないバンドさんだったりとか、学生バンドもそうですし、まあ、本当にチケットがすぐ売り切れるようなミュージシャンが来たりとか、で場合によっては本当に弾き語りとかダンスとかっていう利用方法もあります。一つテーマとしてアットホームっていうのがありまして、都会ではないので、その県西地区で唯一あるライブハウスとして、ちょっとおっかないようなライブハウスっていうよりは、やっぱなんかもっと来やすい状況、なんかその雰囲気を作れたらいいなとは思ってやってきています。親しみやすいライブハウスを目指すシャレード、今年から山本さんが店長として新たに就任しました。シャレードで目指したいっていうのは、やっぱり今小田原の、若手のバンドっていうのが現状すごい減ってきてはいる状態なんで、やっぱりここきっかけで出会った人たちがこうバンドを組んで、初めてのライブってここだったよなって感じ、なんかそういう人が出会いやすい場所、たくさん人がとにかく来てくれるような場所にならないと、そういうバンドっていうものがなんていうか出来上がっていかないのかなと思うので、ステージの高さとかが結構演者からするとすごいテンションが上がるんですよね。高かったりすると、まあ、ドキドキするというかワクワクするというか、はい、だからシャレードは結構この小田原にこんなとこあるんだみたいな感じで階段降りてくると、バンドマンもみんな結構わーかっけーみたいな感じになってくれて、そこがだから魅力だったりとか、お客さんからしても見やすいんですよね、やっぱ高かったりする。実は山本さん、ラック・ケイムという兄弟バンドで活動しています。メンバーのリキさん、ジョーさんに小田原シャレードの印象を伺いました。シャレードがラック・ケイムで初めて立った舞台なんですよね。まあ、僕ら住んでる場所もこのシャレードに近いですし、よく言ってるんですけど、バンドをやる上での本当に原点、もう当たり前みたいな感じなんですよね。ここからスタートして、そして大事な時にもここを使う、大事なのはここっていう全員認識でいます。その日の、総評みたいなものをちょっと自分たち的に聞きたくて、ライブハウスのその音響担当の方にまず大前提として下手じゃんって言われたんです。いや、ライブハウスでそこまではっきり言ってくれることってなかったので、でも一応分かりやすく、その何が足りないとか以前に、そもそもこう土台が出来上がってないよっていうのを教えてもらったので、一番印象深いかもしれない。2021年11月に30周年を迎えたシャレードは店舗を改修し、新装リニューアルしました。改装にはクラウドファンディングを利用して、当初予定していた金額よりも多くのお金が集まりました。その30周年に合わせて、まあ、そのクラウドファンディングもやらせていただいて、その当初の予定の倍ぐらい集まって、でその外観から内装を今やり替えて、でこの31年目といいますかを頑張っていこうというふうに思っているので、まあそのまあ今は見た目の綺麗さが特におすすめですかね。やっぱエンタメ界というか音楽界は大ダメージを受けてますし、やっぱりその足を止めざるを得なくなってしまったバンドとか、まあ潰れてしまったライブハウスとかたくさん
あると思うんですけど、まあ、そのいい点で言えば強制的に足を止められてしまったがゆえにずっとその改修工事したかったトイレだとか、じゃあこれを機会にやっちゃおうっていうきっかけにはなりました。でやっぱりその国とか、まあ、行政から支援金とかも出ているので、それもやっぱ手助けになって次への一歩に進む、まあ、決断ができたといいますか、はい、あります。たくさんのファンを持つ小田原シャレード。小田原の音楽を語る上で欠かすことのできないのが小田原城ミュージックストリートです。このプロミュージシャンや小田原市内の音楽グループによる路上ライブイベントにシャレードも大きな役割を担っています。小田原城ミュージックストリートは、まあ、小田原市と小田原城ミュージックストリート実行委員会の共催、両方との主催ですねで行っているもので、もう16年ほど前ですかね、15年ほど前、もう昨年度15回目をどうにか開催できたというもの でシャレードさんはですね、ロックバージョンということでライブステージといいますかね、昼間ではなくて夕方からライブ会場でバンドを主に展開するわけですけど、そこの会場として協力、今は協力いただいているところです。で面白いところ、一番最初はですねダンスステージをやりたいということで、亀井店長に声をかけて、ちょうどその頃ですね、もう10年以上前ですけども、亀井店長の方でダンスをやりたいという話があったので、その意見が合致して、今のバンドというよりもダンスの方をやってもらったという経緯がありますね。小田原の音楽シーンを牽引するシャレードですが、ライブや音楽だけではありません。この日は高校生を中心にしたたこ焼きイベントが行われました。ここ近年そのコロナのあれもあって若い子たちが集まれてないという現状が、まあ、今はそのマンボウとかも解けましたので、まあ、ちょっと集まれる機会を作りたいなと思いやりました。の時からこのシャレードに通わせていただいてて、出る方も見る方も結構やってるんですけど、やっぱりその亀井さんとかスタッフの方々がすごいいい人で、そのちゃんとしてるし、終わった後のアドバイスとかもすごい丁寧に教えてくれるので、次にすごい活かせる箱だなっていうふうには思ってます。音楽やってない人でも来れる場所で、まあ居心地がいいっていう感じですかね。なんか誰でも来てくださいっていう感じですね。ミュージシャンだけでなく多くの人にも利用されているライブハウス小田原シャレード。あなたにとってシャレードのカラーとは？シャレードというと私の中では亀井さんとシンクロするんですね。で亀井さんが、過去に所属していたバンドの名前から藍色をイメージしますね。僕はピンク、はい、ピンク色かなと思ってます。今はないんですけど、入り口に看板があって、その看板が黄色とピンクで字が書いてある看板だったんですね。そのピンクとか黄色が夜とかライブハウスみたいな、そういうすごいイメージが強くて未だに残ってます、赤、黄色でしたね。赤っていうのはライブをやり始めた頃の照明ですね。赤い色が僕印象に残ってて、で黄色はなんか僕は亀井さんがなんか黄色っていうイメージがあるんで、それだけです。黄色と青ですね。黄色は結構シャレードで買われてることが多い色っていうのも多分あるんですけど、それでこうなんとなくこうパッと思い浮かんだりして、で青の方はシャレードは青坊主っていうバンドが、まあ、亀井さんが初期メンバーとして所属していたバンドでもあるんですけど、で僕らも地元小田原の大先輩として、なんていうんですかね、もうシャレードのレジェンド的な存在で、そっちの青がちょっと印象に残ってて頭に浮かびました。白ですかね。今回の改装をするにあたって外観の色をどうしようってなった時に、最終的な2択で白か黒になったんですね。令和の時代をフレキシブルに生き残るためには、やっぱ黒よりも白にしてクリーンなイメージというか、なんかその真っ白なキャンパスじゃないですけど、なんかそのいろんな人がいろんな色に染めてくれたらきっとそれでいいんだろうなっていうふうには思ってます。